なんて拾わなければ、食わなければ、先の見えない道を振りかざした、手を当てどもなく投げ出しながら、答えのない正義を探して、セクナの指輪20本、強力な呪い消せない、壊せない、日に日に強まってく呪いも封印も追いつかない。あ、どうしよう。大丈夫だ、こいつが出入り口の匂いを覚えている。あらまあ、もう怯えていいぞ。イタドリは戻ってくる。その結果、自分が死んでもな。平等な現実の身が平等に与えられている。誰かを呪う暇があったら、大切な人のこと。それよりあたしは天秤まで覚えちゃったじゃねえかよ。自分の扱い学年一級、そしてこいつが熟婚し、犬巻き棘、恋がおにぎりの具しかない。鮭、そしてカンダ、ここは俺の聖徳領域、心の中だ。つまり俺たちはまだ死んでいない。五条悟を戦闘不能にし、両面宿儺虎杖悠仁を仲間に引き込む。忠則、ハッサン、この刻に触れたらどうなると思う？この手の中に。私は五条さんを信頼していますが、尊敬はしていない。あ！お気に入りの惣菜パンがコンビニから姿を消したり。ツナ、おバカ、魚、ツナ。おい！純平は死体に慣れてるの？これが僕の母だったら取り乱し、マヒトさんを憎んでいたかもしれません。命もただ巡るだけ、何をしてもいい、何をしてもいい。17時半、10時から働いているので、何が何でも18時に上がります。人の心は全てまやかしだ。